オイラからもお礼をさせてくれ。膨大なタンクトップだ。遠慮は無用だぞ、の心。タンクトップ。アイダホが来てそうだね。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年4月14日、金曜日の午後1時47分です。そうそう、今日はエイブルシスターズのご姉妹のことのさんが島にいらしてます。リサーチにご協力くださる方をお探しとのことですので、ご都合のつく方は広場でことのさんにお声掛けくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、めっちゃ雨降ってる。絶対超びしょびしょやん。確実にめっちゃびしょびしょやんね。でもこんな中、うわー、まあ、傘をさしてるとはいえ、それ荷物びしょびしょですけど大丈夫？あら、ゆらさん、こんにちは。今日もデザイナー修行のためお邪魔させてもらってます。よければまたいつものようにコーディネートを見せてほしいんです。今回見せてほしいのはフォーマルなコーディネートです。卒業式や高級レストランなど格式高い場所に来ていくようなきちっとした服装に着替えてきてください。参考用としてフォーマルのイメージな服をお渡ししておきますね。ふんふん、ありがとう。王子様シャツです。おお、絶対に金冠じゃん。フォーマルな場所どういう私の中ではこれがフォーマルのイメージなんですが、どうぞアイナさんのセンスで自由にコーディネートしてみてください。私はここにおりますんで、よろしくお願いします。フォーマルね。とりあえずお店にあるか見てみようっと。とりあえずケイトさんのやつに合わせようかなって思ったけど、ちょっと難しそうやけん確実に難しそうやけん。試着室を使いたいのね。どうぞ。フォーマルな感じね。何これ、パワードスーツマーブルワンピース、クラウンあるよ。プロムなクラウン、ないっすねないっすね。やめとくのね。またいつでもどうぞ。それじゃあ自分家でコーディネートしてきますか。フォーマルな感じ、フォーマルな感じ。フォーマル。今の格好もね、きれいめ系ではあるんだけども、それでもまあ別にフォーマルではない。普通に大学とかにおりそうな感じやもんね。木製クローゼットで着替えようかな。着替えましょう。じゃあとりあえず一式外して、これ王子様シャツ。なるほどなるほど、そういう感じねえ、これやんね。なるほど、色違いは持っとった。フォーマル、フォーマル。ま、高級レストランとかこういう感じ。サテンのワンピース、スカート付きピーコート、セニョリータなドレス、純白のドレス、淑女なワンピースとかでもいいかな。まあ、サテンのワンピースこれにしよう。これとエレガントな帽子、あ、いいねいいねに足元がエナメルのパンプス。いや、普通に今履いとる色味の方がいいかな。これもこれはこれで可愛いなエナメルのパンプス。え、こっちで行こうか。んで、バッグ、パーティーバッグみたいなのあったよね。なんか、あ、この辺のパーティーバッグ。え、色味は？あ、これがいいかな。フェイクファーバッグでも可愛いけど、まあ、でもパーティーの方で。で、髪型も変えてこう。どういう髪型にしよっかな。今のでも可愛いんやけど、木製の姿見でイメチェンします。髪の毛、髪の毛。
でもね、帽子かぶるけんね、さっきのがまあ見えとる感じでいい感じではあるんやけど、前髪の感じで選ぶか。じゃあこれで OK。 あ、いいやんいいやん。誰か来たな。いるか、アユナ。アイダホだぞ、の心。イルスを決め込もう。アユナ、オイラだぞ。いたら返事してくれよ、の心。私はいません。足跡がし、足跡、足音が鳴ってしまった。早くあっちに行きな。まだいるのかい？お、いないのかな。チェ、じゃあ帰るか、の心。帰ったっぽい。でも武用人じゃない、なんか熱盛、まあ熱盛と言わず全盛な気がするけどね。鍵もかけず普通に他人がずかずかと家の中に入ってくる感じ。どうもマミーさん、アユナさん、ようやくお話できました。最後にお話ししたのは1ヶ月前じゃないですか。そんな、あなたとお話できない間、リメイクの達人3つの法則という本をずっと読んでたんですよ。どうしたどうした、 DIY に目覚めたの。ためになる本でしたけど、やっぱりアユナさんとお話しする方がいいですね。タフン、比べるものが違うくない？あら、どうしました？ダフン。お話ししよう。私、リンゴのケーキをよく作ってるんです。他にもリンゴを使ったジュースを作ったりもしますよ。リンゴを美味しく食べるレシピをいろいろ研究してるんです。新しいレシピが完成したら、ぜひ試食をお願いしますね、ダフン。それはぜひぜひ。あ、でもアップルパイとかはちょっと苦手かな。どうでしょう？着替えてきてくれはったんですね。そのコーディネート、もう見せてもらっていいかしら。 OK、 ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん、なるほど。どうすか。まあ、こんなに完璧なコーディネートは見たことがありません。身につけているアイテム一つ一つがフォーマルというイメージを形作っていて素晴らしいです。ほんまにアイラさんは抜群のセンスをお持ちですね。さすがです。おおきに。お礼の仕立て屋クーポンは後でお家に送っておきますね。ぜひ今度使ってください。うわ、アイダホがいる。あとこれもどうぞ。私がデザインしたものなんですよ。気に入ってもらえたら嬉しいです。何何、靴。ケイトのパンプスです。これも私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。ぜひもらってください。できたばかりの新作なんですよ。今後仕立て屋に並ぶようになると思うので、よかったらまた見てくださいね。いつもほんまにありがとうございます。また来るこ、また来る時もよろしくお願いしますね。今の感じにパンプスなら合うんじゃない。ケイトのパンプス、色味は、おー、かっちょいい。かっちょいいけど色味的には合わんねよね。戻しとこう。なるほどなるほど。なんかつま先にワンポイントって感じやね。何探してんだ、カタツムリか。アイナか、勝負するなら一戦バッチこいだぞ、の心。そういうわけじゃないんやけど。あ、王子様の服いる？似合うんじゃない？なんだ？オイラに渡すものでもあるのか？の心。王子様シャツ。どうぞ。王子様シャツ？マジか。おーし、早速着替えてみるか。かわいいかわいい、フリフリ。ちょうどこういうのが欲しかったんだ、の心。マジで？オイラからもお礼をさせてくれ。膨大なタンクトップだ。遠慮は無用だぞ、の心。タンクトップ、アイダホが着てそうだね。あ、ほらほら、正面から見た感じ。でももうちょいなんか、私がもともと持っとった色味の方が可愛いかな。一旦ちょっと元気な少年って感じ。まあ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 、うん、アイダホが着てそうだわ。で、前回さ、なんか何？別荘のあるところ？あそこなんか、イベント会場ができたみたいなん言わんかったっけ？ちょ、今回はね、ちょっとお仕事はしないつもりなんやけど、イベント会場だけ見に行こっかな。おうさいな、今日も会えて嬉しいよ、だってね。お話ししよう。たまには気合い入れて昼寝ってのも悪くないと思わないかい？だってね。気合い入れなくても昼寝できるよ。てかあれよね、住人のみんなにもさ、ほんと、もっとなんか全身コーデができるようになればいいのね。
なんか服だけとかじゃなくて下のズボンとかあと帽子と靴とかあと小物バッグ系とかそういうのなんか全身コーディネートできるようになったらもっと可愛いのになってことで出発します。私着いた着いた。おかえりアイナ、事務所でたくみさんに挨拶してきなよ。今日はそういうんじゃないんすよね。でも一応なんかイベントあるかもしれんけん、ね、結構アイナちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。今日は頑張るつもりないんすけどね。ってことはイベントは別にない感じ。アイナちゃんどうしたの、お仕事する？あ、今日は大丈夫です。分かったわ、またいつも声かけてね。いいね、そういうなんか自由出勤な感じの職場今日は働かないっすみたいな。この電気可愛くない？顔や。このミルクガラスランプは4200ポキか。ミルクガラスってなんなんやろ。買っちゃう。いいねいいね。このポキで買える家具もさ、別荘で使えたらいいのね。その辺は使えんのかな、使えるんかな。おー、なんかこういう感じ、風船とか置いて。え、さっきのさ、ちょっと重いよったんやけどさ、なんかこの島にさ、こういうなんかヤシの木ランプみたいな前からあった？なんかさっきからすごい気になっとったんよね。あ、すごい、見てこれ浜辺。なんなんやろこの石。多分さ、私こうやって歩きよってなんだこれって思うものは前からはないものやと思うんよねおそらく。あ、これがあれやんね、前なんか櫓みたいなんだけできとるみたいなよったやつ。何やってんのなんかすごい砂蹴りよる。よし、メッセージボトル、これを拾ったラッキーな。あんた昨日ベッドに寝転がって漫画を読んでたら突然最高のレシピを思いついたの。瓶に入れておいたから見てみてね。このレシピ絶対流行るから、きっとあんたも気に入ってくれるはず。運命感じた？ミミより。ロープネットの床。ロープネット？ふんふん、ロープネットの床のレシピを覚えた。何ロープネットって、あれか、なんか子供がよく遊ぶような巨大アスレチックなんかあるやん、ロープ張り巡らせたような感じの、ああいう感じああいうのめっちゃ好きやった、面白いよね。何これ、これ何の機械？風？送風機？わからない。最初プロジェクターかなって思ったけど、何なんやろ、別に映し出すとこもないしな。何の機械かわからん。スピーカーかな謎。かわいい。これも買えるやつやっけ、ランプ。かわいい。いいね。ほら、めっちゃかわいいやん。個性的だな、みんな。どうもどうも。あ、何デート中？自分だけ食ってるけど。よう、アイナさん。リゾート生活ってのはやっぱ最高だよな。で、今日は俺になんか用か？しかしな。いかがお過ごしですか？庭があるのはいいんだが、手入れが何だって手がかかってしょうがねえわ。ま、そこがいいとこなんだけどな。しかしな。別荘持ってる感じの人やったらあれやないん。庭とかって、もうなんか業者さん頼みそうやけどね。アイナさん、どうしました？なのね。いかがお過ごしですか？別荘を持って自信がついたからか、別のこともチャレンジしてみたくなりました。筋トレとか極めてみようかしら。筋トレ？ムキムキになるの？ふわふわでいいんだよ君はね、羊のいいところが失われてしまうよ。この辺のランプは前からあったんかな。いや、わからんくなってきたおかげさまで別荘ライフ超エンジョイしてるよ。それでね、アイナさんにはお礼しなきゃってずっと思ってたの。遠慮しないで受け取って。おお、ありがとう。南の海の壁だよ、あたいの部屋に使ってるのとおそろなの。へへ、嬉しいでしょ。けど、おお、マジでありがとう。
やっほー、エイナさん。あ、今オフの時間なんだ。あたい、なんかよってひょ。あ、そっか、こんな感じの庭にしたっけな。いかがお過ごしですか。別荘で過ごす時間が楽しすぎて困ってるんだよね。あたいの家がやきもち焼くかもってひょ。表現の仕方がいいっすね。なんか眠そうだよ。優雅に波に揺られるあたい、セレブっぽさ増しましちゃん、キュン。やっほー、エイナさん。あ、今オフの時間なんだ。あたいなんかよ、キュン。さっき聞いたぞ、オフの時間。他の子から。別荘も海も空気も最高。このリゾート地、丸ごと大好き。これが箱推しってやつだね、キュン。そういうことなのか？違うんだよ。グルミンじゃないんだよ、話しかけたのは。こっちから声かければいいのか？必死になって泳がなくっても、こうしていると気持ちいいわ。でもこう見たらなんかあれやね、みんな別荘の雰囲気だいぶ違う感じやね。アイノさん、なにトスエ、いかがお過ごしですか。グルミンなんか不機嫌にしか見えんないけど。別荘で過ごすようになってからお肌の調子がいいのよ。ストレスがないからかしらね、トスエ。それはいいことだ。で、君たちは一体何をやってるんだ。よ、アイノさん。あ、そっか、二人で一緒に暮らしとんやっけね。あ、そんなのもあったな。いかがお過ごしですか。それがさ、うちあんな場所に別荘って気合い入れすぎかなって思ったんだけど、実際はゆっくりくつろげて最高だね。あんたのおかげで楽しく過ごさせてもらってるよ。ありがとね、アイナさん。いえいえ、それはよかったよ。アイナさん、なに、つるるん、いかがお過ごしですか。ここで過ごす毎日は私の宝物よ。別荘のことで何かあった時はこれからもあなたにお願いするわ、つるるん。一緒に暮らしてることに対してのコメントがしてほしかったな。お互いに対するコメントとか。そういうのはないんすか。ちょっと期待したんだけども。あんまりなんかこうね、なんていうん、住人同士のコメントみたいな、ないけん聞けるかと思ったのにな。別荘で一緒に暮らしとったら。お、どうしたんだい。あ、ここから別荘を訪問できるんや。なるほどなるほど。そっか、用があったらまた声かけて。ここでも釣りとかできたらいいのにな。ね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと。お、めっちゃ歩き出す。今回はこの辺で泊まれよ終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれやんね、イベント会場がこのできたわけやん。イベント自体はいつあるんだ。なんかそれがゴールってことになるんかな、もしかして。なんかこの何、まあ、別荘のいろいろ、そこがなんか一つのエンディング的な感じになるんかな。多分そういうのあると思うよね。なんかクリアーみたいな、知らんけど。